さすがにちょっとさっき暑すぎて冷房つけたらさすがに寒すぎた。止めればよかったかな。冷房ってさ、やっぱ止めた方がいいよね。なんかもう、でも明日から涼しくなるんでしょ。ウサギハロウィン面白い。調べてみた。出てきたでしょ。10度も下がんの。やばい。AKB の音楽流れた。19度。暑いよね。さっき流れた曲幕張りなわけないじゃん。それは違う。オーバーテイク。なわけなわけあるかい。なわけあるかい。オーバーテイクっていう曲をさっきまで聴いてて、それが流れちゃいました。ここでもし流れてたらやらかしまんだ。内緒にしてもらわないとね。意外と歌いそうになんないかも。意外とね。まあこないだとかもライブやってたからさ、なんかあれだよね。もしバレたとしてもみんなが内緒にしてくれればいい話だけのことであって、うん、クロミちゃんありがとうございます。ハートもケロケロケロピン。なんかさ、オーバーテイクが入ってるさ、あのアルバムが好きなんですよ、 AKB の。P って何？関さんがマルキュー、マルキューを錬金の前に歌っていたの。さよならがラジオ。そうなの？それは錬金が始まる前にってこと？あ、でも錬金の前にって書いてる。絶対ダメじゃん。あ、そう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 。あ、まで、あ、1830。あ、そっちもだし、あの、
サーカスの方、サーカスの方、 AKB48、 うん、アルバム、ここにいたこと、と 1830m っていうやつは持ってました。何の距離か知らない、教えてください。何の距離ですか、意味があんだね。まあでもないとやんないよね。ウケる、黒木さんがピー入れたの、てか黒木さんが編集してるってなんで知ってんのみんな。おもろいんだけど。 HKT ってスタッフさん、 HKT のスタッフさんの名前みんな知られがちだよね。面白いよね。え、オネストマンも好きだし、オネストマンは別に、ちょっとこれは別だけど、ファーストラビットも好き。あと、うわ懐かしい、 Give me five。素敵なんだけど、 AKB 劇場から東京ドームまでの距離めっちゃ素敵じゃん。じゃあ HKT だったらペイペイドームだから、もうすぐそこだから 100m とかかな100m かな、え 100m もないかな、すぐそこなんだよね。 100m もない、あそこまで。嘘、行き方にもよるけどほんとすぐそこよ。あ、確かに、でもに確かに隣か、あ、2階から行ったら50メートルぐらいだけど、劇場からちゃんと行ったら100メートルぐらいあるんじゃない。センチはやばい、センチはやばいな。いい声乗ってるんだ、聞いてみよう。歩数ってなるとあれやろ、おかしい。歩数でも500歩ぐらい、いやそんなない、300歩。距離は近いけどね。そう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 。リアルにコンサートをするってなったらね、まだまだですから。まだまだですから。いつもさ、劇場行くたびに思う、こんな近くにドームがあるのすごいなーって思う。
なんか東京ではありえなかったからさ、こんなしょっちゅうさ、そのドームに行くことなんてないじゃないですか。だからペイペイドームっていうか自分の劇場行くたびになんか思います。なんかドームをさ、こんなね、何百回も見ることってなかなかないからね。ドームって行かないじゃん、そんなに。確かに空港が近いのもそうだ。西鉄とかさ、西鉄ホールとか、まあ劇場がなかった頃とかドームらへん行くことってあんまなかったけど、今ってほんと毎日のように行ってるから、ね、不思議な感じですよ。いつもあれだよ、野球と劇場の終わりが被るときはもう車の数が大量発生、はい、帰れなくなっちゃうぐらい渋滞するから、早く早く出ようみたいになる。早く出ないと渋滞するよって言われる。すごいからね、もうタクシーの量すごい。ね、福岡交通が楽ですよね。交通手段が楽だから。わかる、東神町からさ意外と距離あるよね、歩くってなるとね、意外とね。まあ行きやすいけどね、全然行きやすいけど、わかりやすいし。ですが、何かさん、クロミちゃんありがとうございます。あと1日ですね。早いのか長いのかよくわからんかったですわ。幕張メッセは遠いんだ。でも私も幕張メッセ行ったことあるような気がするんだよな、なんかのイベントで。幕張じゃなかったっけな。いや、行ったね。横浜か幕張。どっちも行った記憶はある。でも確かに遠かったなって思う。遠いよね、確かに。善悪かなんかで行ったんだよね。
でもそれは横浜か幕張かどっちかだった。でも多分どっちもある。手役ってさ、ミニステージがあるからさ、それをどうしても近くで見たくて、めっちゃ早く家出てたけど、それでもね、早い人は本当に早いからさ、すごいなーって思いながら一緒に並んでたけど、いや、HKT の善悪で会場どっか忘れたけど行ったんですよ。確かに善悪の件ね、まだやってないもんね。どうなってんだろうね。お友達もさ、いつか行くためにみたいな感じで CD を買ってくれてたらしいんですけど、結局なんかコロナでなくなっちゃったのか、それとも普通にやらなくなっちゃったのか分かんないけど、みんな鍵開け鍵開けに命かけてんの。そうだよね、 3-2 のいっぱいあるよね、絶対あると思う。でもあれって 3-2 で終わってるんですか、全額のチケットって。でも君の子から入ってないのかな。でも握手だからもうないのかな。君の子からなくなったのかな。運営さんインフォメーションに聞いた、善悪券は捨てないでって。おお、まだ希望を持っている方がいるかもしれない。でもね、せっかく買ってきてくださ買ってくださったからね、まあ捨ててくださいっていうのも絶対おかしいからさ言えないけど。なんかあるかもしれないのに、全然知らないけど。医師やってないか。私何参加したんだろう。キスマチ早送りを参加したのかな。確かに医師もやってないのかだってさ、普通にインフォメーションに聞いてさ、あーそうですね、もう捨ててくださいとか言われた方が言われたらちょっといい、はってなるよ。あ、東京流通センター、懐かしいな。みんなじゃあ一応残しといてくださいね。あるかは分かんないですけど、一応ね、何かの時のために。何かの時のために残しといてください。そうだね、私はキスマチ早かれだね、合同だっただよ。それでなんかなこさんとさくらさんバイバイしたもんね、懐かしい。あー、ミニステージもなくなったのか。そう、確かに今ミニステージないね。そういや、ありましたね、そんなものも。あれってさ、ただで見れるんですか、ミニステージって。入りたい、見たい、あの
会場内にいたら。懐かしい。ただなんだ。じゃあいいね、なんか舞踏部の間で暇やったら見るみたいな感じってことか。いいね。ただだったんだ。まあでもあれだもんね、買ってくださってるからね、券を。いろいろあったね、懐かしい。あんなことやこんなこともありましたよ。その場で CD 買うこともできたの？そうなの？すごい。その場で CD 買って今すぐあの子と握手したいですって言って握手できるってこと？あ、違うわ。そのあれだ、ステージ後に金を買ってステージが出たメンバーと握手ができるってことか。そうなんだ。え、あれ買ってくださってたんですね。なのにあんなさ大量に握手。まあでも1枚の券で4人 4,5 人と握手できるって思ったらあれなのかな。ありがたいですね。そんなシステムだったんだね。今5年目にして初知りです。そうだったんや。今知った。いました。でも1枚の券でね、4人 4,5 人と握手できるんだったら得っちゃ得なのかな。でもあの入りたてのさ時にさドラさんと握手したいって思ってくれてる方がいたってことでしょ。すごいありがたいですよね。あんな入ったばかりのさ、どこぞの女の子たちっていうことさ握手をしてくださってたって思ったらすごいね、ありがたいよね。ねえ、わざわざさステージも見に来てくださって、明かりが風船割れて号泣。違うよ、あれね、明かりあの日ね確か体調が悪くて、今と違ってさ体調が悪くてもさなんか無理してでも出なきゃいけなかったじゃん。しかもあの時明かり12とかで多分体調が悪くて、なのになんかそのコカ・コーラ、なんかよりによってコカ・コーラ生きのみみたいなイベントがだったからめっちゃなんかきつそうだった。覚えてる、めっちゃ。それは超覚えてる。あ、これきつそうだなと思いながらステージ立ってた。懐かしい。そうなんだよね。あとなんだっけな、
箱の中身とかシュークリーム、わさび、からしシュークリームとか、あかり覚えてるかな、覚えてんじゃない、一応私動画持ってる、なんかその時だけのステージの動画はなんかスタッフさんが撮ってくれてて持ってます、ずっと。コカ・コーラ生き延びと缶を詰め缶を並べるやつみたいとか、ビリビリもやんなかったっけ、確かビリビリもやった記憶があるけど、もうなんかやりすぎて覚えてないですね。あの一発目に足つぼをやったのは覚えている、スカヒラ踊った。いや私マジで動画めっちゃ残ってんだよね、前の携帯開いたら多分 F の時のリハビリとかも多分入ってると思うし、ほぼ入ってます。でもさ、載せれないじゃん、ああいうのって。まあ、載せようとはしてないけど、ほぼ自己満で持ってる感じかな。もう、なんか、久しぶりに見ようかな、みたいな。では、読みます。13位、リノノさん。12位、リムーロさん。11位、テルさん。10位、コウジさん。9位、クジマスさん。8位、マサタンさん。7位、ヒナタのトリコさん。6位なんちゃって寿司職人さん、5位ハノンさん、4位あーちゃん、3位リロルさん、2位ツーさん、1位マンゾーでさ、なりかさん、ありがとうございました。明日のは最後なんですけど、映ってなかった。皆さん明日もよろしくお願いします。明日はちょっと枠を増やそうかなって思ってて、ついてきてくださると嬉しいです。最終日だね。頑張ろうね。なんかちゃんとしっかり決まってなくて、でも今日より早くから始めて刻んでいこうかな。だからお仕事とかある方もいるので、入れる時に見に来てくださって星を投げてくださったら嬉しいなって思います。出たいね TGC、 頑張ろう。では終わります。また明日。バイバーイ。